思ったらしょうがないのね。俺たち胸に入れてんだろうな。入れてない。ツインピークスの秘密のベールを吐く劇場版ツインピークス。ローラ最後の7日間に一体いかなる秘密が隠されているのか、公開に先駆けその全てをお見せします。そしてツインピークスの舞台となった2つの街を現地取材、実際のロケ現場を一つ一つレポートします。今回のインタビューは、殺されたローラ・パーマーと殺したキラー・ボブ、2人の素顔に迫ってみました。さらにカイル・マクラクランにも大接近。彼が明かすリンチの意外な一面にご期待ください。 Everything you always wanted to know about Twin Peaks coming up on XTV right after this。 こんばんは、森口博子です。こんばんは、増田洋一です。さて今日の水曜 X ですけどもね、もうツインピークス一ネタで丸々1時間押していこうということでですね、ツインピークスファンは絶対見ていただかなきゃ困るんですけどね、そんだけ中身深くなっておりますからね。そうですね、ぜひ見ていただきたいと思います。あの水曜 X で最初にツインピークスを取り上げたのは、うん、確か去年の秋ぐらいでしたよね。最後とするの早かった ね同じこの席で ね、あの変なバンドが来て、あ、そう、リンボーなんとかっていうバンドがドーナツでバランスして厳しくなかったけどもね、ありましたね。まあ、それだけ早く取り上げたってことはですね、それだけツインピークスを熟知している水曜 X のスタッフが取り上げたわけですからね、これはかなり期待していいと思います ね。さてツインピークスなら絶対俺をゲストに呼んでくれというふうに自分から名乗りを上げたゲストの方々ご紹介しましょう。はい、水曜 X のご意見番映画評論家の今野裕二さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。実はですね、PM の末期にもうツインピークスやってるんです。あ、そうですか。早い。一昨年ですよ。ものすごい早いですね。先取りの番組ですね。しかし今野さんにそういうこと言われちゃうと我々立つ手がないじゃないですか。ちょっと前です。それだけ早いってことですね。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、自費でツインピークスツアーにも参加したハイパーメディアクリエイターの高城剛さんです。どうもこんばんは。自費で行ったの？自費で行ったんです僕は。あら、もうそのタイアップ取れず、もうその試写会とかも決めないんです。できるだけみんなと一緒にこう同じように見るという、で同じように旅をする、そんだけハマってるってことですね。ハマってるってことです。単なる一般市民と思っていただければと。よろしくお願いします。そして有名人にしては珍しく自分でレンタルビデオを借りてみたという小峰孝夫さんです。これほら FBI のところポリスですよ、うん、これほらクライムハンター2って書いてあるの。これなんだ、ツインピークスのビデオならアミューズに言ってよ。違う、いや、そう、知り合いねえからさ誰も貸してくんなかったから。レンタルビデオに予約して借りてんだよ。俺全部持ってるから貸してやるのにな。だって俺まだローラパーマーあの殺したやつ知らないんだけど俺。え、古い犯人も全然知らないで、こう来たの。犯人知らないよ。何しに来たの？捜査中だもん今。何しに来たの？俺はだって自慢で、俺1984年に監督のデビッド・リンチにも会ったことがあるし、これは帰ると友達だもん俺、会ったことあるし。今日は丸1時間は深いんですって言っちゃったんだからな。でそれからセリル・リーにも会ったことあるよ。でじゃあローラにも会ったことあるんだから、でも犯人は知らないんだよ。だからいいじゃねえかよ。だけど捜査しに来たんだ俺。実は私もですね、まだあのそこまで行ってないんですよ。なんで？宮家さん一本も見てないんですか？見てるよ、ちゃんと。え、何本まで見たの？どこで見たの？ごめんなさい、それは答えたくない。お前は私一本だけなんですよ。一本だけなんだそれ。3話までかな。知ったりこうでしょ。ひでえな。松井さんは見たんですか？俺全部見てます。あ、見てる。そうですね。じゃあ今日は毎晩夜中の3時まで見てた。松井さん寝なくてもいいんだもんな。あのね、寝れなくなりましたね。やっぱりどんどんこう次から次へとハマり込んじゃってね。なるほど。ダメです。まあそういうわけでですね、見てる人見てない人いると思うんですけどもね、全29話ですか？ツインピークスね。そうです。プラス序章だから、まあ正確には30話ですか。ハマっちゃうよねあれはね。しかしよく見えましたね本当に29話30話。だから見始めたら止まらないんだって。松井さん、それ世界情勢の方がいいんですか？それもちゃんとやってる。ツインピークス見たら地方都市の情勢を分かるよりも今や CIS がとかいろいろあるでしょうが。両方やったっていいだろうお前。まあですから見てない人のためにですね、
今日は7分間のダイジェスト版というのを作りましたんで。えラストシーンも分かったの？ラストシーンも全部分かる。やだそんなの俺。ラストシーンも全部分かる。でですね、これから7分間流します。ちょっと待ってください。今から7分間流すとですね、はい12時11分ぐらいに終わりますね。そうですね。俺帰るわ。11分ぐらいに終わりますから。はい、それでは VTR の中にここは見ない方がいいよっていうところのあのそういうあれ注意が出ますから。そこを見てない人はプッと消しちゃった方がいいかもしれないですね。ねだ11分にもう一度お会いしましょうか。はい、それじゃあダイジェスト版7分でどうぞ。さよなら11分後。物語はローラ・パーマーの死体が発見されたところから始まる。その事件を解明するべくツインピークスという小さな町にやってきた FBI 捜査官デイル・クーパー。彼はまず死体の指先から事件解明の手がかりとなる紙切れを見つける。そしてローラ・パーマーの殺害現場が判明。その現場には謎めいたメッセージが残されていた。Written with the words which appear to be in blood, fire, walk with me. ローラを取り巻いていた人々を徐々に巻き込みながら物語はどんどん膨らんでいく。そしてローラの母親のサラは犯人らしき謎の男の幻覚を見るのだが、一方クーパー捜査官の前に次々と奇妙な人物が登場。Leo Johnson, husband of Shelley, drives a truckConnection with Laura. しかしクーパー自身も十分奇妙であった。そしてクーパーは夢の中でローラにそっくりの女性と出会う。そこで彼女から犯人の名を耳打ちされたクーパーであったが忘れてしまうのであった。ローラの死を異常なまでに悲しむ父親のリーダー。しかし捜査が進むにつれ優等生だったはずのローラの意外な秘密が明らかになっていく。と同時に露呈し始める平和の街の隠されていた真実、愛情、憎悪、利害に満ちた人間関係が暴露されながら物語は複数のストーリーでもつれ合い、謎はさらに深まっていくのだ。そして第一シーズンは見る者に大きな欲求不満を抱かせながらこのシーンで締めくくられる。撃たれたクーパーの前に謎の大男が現れ、事件解明の鍵となる不思議な言葉を告げる。 If I tell them to you and they come true, then will you believe me? Harry! It's Agent Rosenflower! しかし捜査はほとんど進展しない。やがてローラの友人たちが事件の糸口を見つけることでようやく本筋が展開を見せ始める。そしてあまりの悲しみからかローラの父親リーランドは一夜にして白髪頭になってしまう。ここで再びマディの前に姿を見せる謎の殺人鬼ボブ。ローラを殺したと思われるボブとは一体何者なのか。クーパーは夢のヒントの謎を少しずつ解き明かし、事件の真相へと一歩一歩歩み寄っていく。こうして物語が盛り上がってきたところで、デビッド・リンチ本人が突然登場。単に出たがりな彼である。さらに解明間近にして物語は再びあらぬ方向へと弾き始める。事件の本数とはほとんど関係ない話が入ってくるのである。そして問題の14は、クーパーは幻想の中で再び謎の大男からメッセージを受け取る。そしてついに殺人鬼ボブの正体が判明するのであった。バラバラになっていたヒントがクーパーの中で次々と結ばれていく。
そして忘れていた夢の中の一言が鮮明に蘇った。My father killed me.ローラ事件は解決したものの、物語はさらに続く。まずクーパーが FBI を停職となり、ツインピークスの住人に同化。細々としたサイドストーリーが展開するものの、物語の柱を失ったためにアメリカでの視聴率はこの辺から急降下。しかも臨時職務失い、ジリ貧状態に陥ってしまう。そこでデビッド・リンチが放った起死回生の策が、それまで温めていたウィンダム・アールなる強敵の投入であった。You can call me Wyndham. Wyndham Earl. Pretty words for pretty girl. クーパーに次々と挑戦状を叩きつけるウィンダム・アール。しかしクーパーは彼だけに構っている暇はなかった。Because you came here. I knew this day was going to come.そしてもちろんまたこの人が出てきた。さらにクーパーは恋にも落ちてしまう。しかし打ち切り直前の28話になって突然ストーリーのテンションが上がる。ウィンダムアールにさらわれた恋人を追ってクーパーは邪悪の世界ブラックロッジに一人乗り込んでいくのであった。そしてクーパーの運命はそこで大きく変わることとなる。そして衝撃のラストシーン。Good idea. Cool.俺だってさ、何のために来たか分かんねえもん俺。そうだよね、俺レンタルビデオに並んでんだよ俺。そう、あれだって29話までを7分間で見せられちゃね。冗談じゃないですよそんなの。今さ、でもさ、あの知らなかった人さ見てさ、あ、これツインピークスの最後じゃないと途中から見た人すごい怒ってるかもしれないね。そうだよ、それはね、不運な人だと思えばいいんですよそんなの。最初から見てればちゃんとね、そういう注意して言いましたからね。さて、これ随分ブームになりましたけど、やっぱり演出見せ方がうまいですかね。そうですね、うん、それとやっぱり あれだけ次々にあの人物増やしてって、うん、みんなそれがね何らかの形でっていう、ね、構造が普通のそのストーリーと全然違う。伸ばし方もうまいですよね。俺ねハマった理由分かったんだけど、これ結局ねあのプレイボタンとね選択肢のないねあのファミコンと一緒なの。ロールプレイングゲームと同じでさ、だからドラクエのこっちから選択できないのをずっと見さされてるわけで、次から次へと謎の提示があるからゲームには参加できないんだけど、どうなるんだろうなと思うとか、だから次から次へと行っちゃうわけですよ。でそれぞれ8機がつくと今日も来てしまったレンタルビデオの前という、そういうパターンなんですよね。ハマっちゃうんですね。そうここでですね、ワシントン州の2つの都市ですか、はい、町スノコルミっていう町なんですけど、この現地に取材に行ってまいりましたので、この VTR から見ていただきます。